奈良県に住む60代の日本人男性が新型コロナウイルスの肺炎に感染したことが分かりましたこの男性は中国武漢への渡航歴はなく武漢からのツアー客と接触があったバスの運転手だということです日本人で感染が確認されたのは初めてです 感染が確認された奈良県に住む60代の日本人男性は14日におかんや咳、関節痛があり17日に病院を受診したものの異常がなく経過観察その後、25日に再度受診し奈良県内の病院に入院したということです男性は武漢市への渡航歴はなく東京で武漢からのツアー客をバスの運転手として乗せていたということです。 日本人で感染が確認されたのは初めてです。また、厚労省は男性とは別に武漢から来日した40代の男性についても感染が確認されたと発表しました。これで国内で感染が確認されたのは6例となります。では、あの奈良のドライバーの方のこちらにフリップでまとめました。はい、奈良県の男性の感染経路ですが、男性は今月中国武漢からの。 えー、ツアー客を2回バスに乗せました8日から11日と12日から16日ですで14日、この1回目,の2回,2回目の途中ですね14日咳や関節痛の症状が出まして17日に病院で受診をしました奈良県の医療機関ですでこの時は検査で異常がなかったため経過観察ということになったんです、うん、ただ、その後咳などの症状が悪化して25日に再び受診をして入院の措置ということになりました。うん そして最初に症状が出たのがまあ自覚症状として十四日、そこから二週間が経った今日に新型肺炎が確認されたと。かなり前にということですよね。症状は出ているのが。はい。そして今回の感染確認について感染症に詳しい独協大学医学部の増田教授なんですけれどもこちら、え中国への渡航歴がないのであれば日本で人から人へ感染した可能性があると。でさらにもしウイルスの 潜伏期間中にマスクを着用していなかったりした場合には1メートルくらいの距離で誰かと接した場合に感染源となった可能性があるとしていますただ一方であまり騒ぎすぎますと今後症状が出た人が申し出なくなる可能性があるのでとにかく冷静な対応をしてほしいということです